さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はプチプラ通販サイトフランコでお買い物したので、そちらで購入したお洋服を紹介しながら冬のコーディネートを組んでみました。それではスタート。はい、ということで今回はフランコという通販サイトを使ってお買い物をしました。私も大好きなちーぽぽちゃんがモデルをね務めていて、インスタグラムで何度か見かけたことがあったので、とってもワクワクしながらお買い物しました。で、そのインスタグラムでは新作商品が毎日更新されて載せられているので、私みたいな可愛いが好きな女の子には見るのも買うのも楽しいお店になっているんじゃないかなと思います。で、早速今日お洋服がね届いたので紹介するんですけど、私は注文してから2日でお家に届きました。通販サイトでねお洋服頼む時っていつ届くんだろうっていうのがすごく不安だと思うんですけど、2日でね届いたので早かったし、すごくね私も安心しました。で、今回もいつも同様に最後にね全身を見せようと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ではまず1着目は毎度のことなんですが、私が今着ているこちらのグレーのトップスです。バルーンガーリーブラウスで、こんな感じのね今日私が着ているトップスなんですが、私はこの襟の部分と袖のシャツの部分がとっても可愛くてポチってしまったんですけど、こういう襟付きのお洋服が欲しいなと思ってた時に見つけたのと、この袖の部分がすごくふわっとしていて他にないデザインだなと思って私は購入してみました。素材もねこういう感じで、ニットではなくて結構厚めのしっかりとした素材なので、プチプラ通販サイトですけど素材もしっかりしているなっていうのをすごく感じました。2着目はボトムスです。ハーフプリーツスカート、グレーのチェックのスカートなんですが、実はこれキュロットになっています。私ね今季買ったロングブーツとかにねこのミニ系のスカートを合わせたら可愛いかなと思って購入したものです。こちらはねちょっと後で履いた様子を見せたいと思うんですけど、ここにボタンがついてて裏はねチャックになってます。そんなにねゴワゴワ厚い系ではないので、春にかけてもね使えるかなと思います。そして3着目はサイドボタンジャンパースカート、ブラックのジャンパースカートです。こんな風に裾の部分がひらひらっとフリルになっていて、こういうねジャンパー系すっごい私好きで、すぐにね見つけるとポチっちゃうんですけど、後ろはこんな感じでチャックにこれもなっています。後ろのねチャックもだいぶ降りるので着たりする時も安心かなと思いますし、素材もすごくしっかりしているし、ボタンとかもねついててデザインもね可愛いなと思いました。で、こちらのジャンパースカートに合わせて購入したものがこちらのバイカラーフリルニットです。こちらのね白のハイネックのトップスになります。先ほどのねジャンパースカートと合わせたらいいかなと思って買ったんですけど、ひとまずちょっとこちらだけ着てみたいと思います。はい、着てみました。着てみるとねこんな感じなんですけど、ここのフリフリってやつと袖の部分にもこういうバイカラーのフリルがついていて、無地のこういうサラッとしたハイネックのトップスっていろんなお店で出てると思うんですけど、このねバイカラーのフリルがすごくアクセントになっていて可愛いなと思ったし、先ほど見せたこのねジャンパースカートに合わせてももちろん可愛いと思うんですけど、これがなくてもいろんなねお洋服に組み合わすことができるし、着回しがかなり効くんじゃないかなと思って買ってみました。続いてもトップスで、続いてはこちら、可愛い、めちゃめちゃ可愛いカラーのポップコーンニットです。お値段が4486円でした。カラーはね他にもアイボリーとかブルーとかもあったんですけど、私はこちらの春にねかけても使えそうで、私の肌色がすごくパッと明るくなりそうなカラーのピンクを選びました。一度こちらに着替えたいと思います。はい、着替えてみるとこんな感じです。あー可愛いこのねポツポツポップコーンがたくさんついているのも普通のニットとまた違ってアクセントになっているし、カラーがとにかく可愛くて、これは春にかけてもすごく使えそうなカラーだなと思います。私開けてみて一番に思ったのが、すごくね生地がしっかりしてて目が細かくて風を通さないようなしっかりとしたニットだなと思いました。いやーこれは可愛いぞ、これはすごく可愛いなと思います。続いてはこちら、またね似たようなカラーなんですが、こちらのワンピースを購入しました。シルエットフラワーワンピース、お値段が3250円です。私はねアイボリーっていうカラーを選んだんですけど、カラーはブラックも
展開がありました。最近ね、こういうロング丈のワンピースにすごくハマっちゃってて、いろいろロングのワンピースを探してるんですけど、このカラーもめちゃくちゃ可愛いと思ってすぐにカゴに入れちゃったものです。首元にこういうリボンがついてて、ちょっとキュッて絞れるのと、今季すごく流行ってる下がねプリーツになってるし、袖の部分もこういうフリルになっているのもめちゃめちゃ可愛くて、デザインがね凝っているのに値段もねそんなに高くなかったので、得だなと思って購入したものです。はい、ということでこんな感じで今回は6着のお洋服を購入しました。早速全体を見せつつ、ちょっとねコーディネートっぽく皆さんにシェアできたらなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今回はプチプラ通販サイトフランコでの購入品と冬コーデの紹介でした。プチプラで通販サイトとなると、実際にねその服を触れられないので心配になったり、届くまでも不安な気持ちになるかなと思うんですけど、しっかりとした作りで何より届くまでが早かったので、すごく良かったなと思います。インスタも毎日更新されていて、可愛らしいお洋服がたくさんあるし、デザインもねすごく凝ったものとかもあって可愛いなと思うので、ぜひ概要欄にリンク貼っておくので皆さんもチェックしてみてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではバイバーイ。